おそらくゼルダ無双今回が最終章ですかね。うん。シークは実はゼルダ姫だったというね。ゼルダ姫なんかショコタンに似てるような気がするのは僕だけですかね。そう、このラナ、ラナとシアは本当は一つの人間、そう、つまりドラゴンボールでいうところのピッコロ大魔王と神様みたいな存在。なるほど、シアの体から善なる心を追い出して操ろうとしたやつ。そう、もう完全にピッコロだねこれは。こいつはピッコロ大魔王か。ガノンドルフ、これなんかのゼルダのシリーズでもラスボスだったよね。やっぱこのシアっていうのも強いんだね。異世界に開かれた転生の扉を閉じ終え、再び合流を果たしたリンクたち。シークに姿を変えていたゼルダが戻り、さらに心強い仲間たちも加わりました。一方その頃、4つある魂のかけらのうち3つまで取り戻したガノンドロフは、シアの体から離れてどこかへ姿を消してしまいます。ガノンドロフから解き放たれたシアは、全てのトライフォースと勇者リンクを我がものにしたいという思いを強くしました。リンクモテモテですね。魔法で軍勢を大きくしたシアは、以前にも増して激しくハイラルを攻め始めたのです。ですがゼルダには切り札が残っていました。その切り札に必要となるあるものを求めて、ゼルダと仲間たちは聖剣の神殿へと向かうのでした。いや、これ最終章じゃないな、まだまだ続くな。うん、聖剣をその手に、マスターソードのことですかね。あ、トライ、あ、そっか、今さっきシアが飛ばしたやつだ。そうか、やっぱりマスターソードか。そういえば僕も20年前、小学生の頃、神々のトライフォースでマスターソード取りに行ったな。
悪の魔法使いのシアが、リンクのことを好きだということは、多分このラナもリンクのことが好きなのかな。なんかそんな感じがするな。よし行こう。あー今回もなかなか雰囲気がある場所だね。マスターソードはこの先にあります。みんなで力を合わせて必ず手に入れましょう。今回はみんな総出だね。ゼルダもいるし。なるほど。3つの封印の像を発見し起動しろ。どこにあるんだろうか。とりあえず行くしかないか。今回は敵がいないな。うん行こう。僕が20年前にあったスーパーファミコンのスーパーファミコン版の神々のトライフォースはね、マスターソードはなんかどっかのわけわかんない森の中にあったんですけど、今回はなんか神殿の中にありそうだね。入れるのかこれ。いや入れないぞ。 あなたたち3人の力が必要になるはずです。あダルニア、なるほど。インパ、ダルニア、あとミドナか。インパとダルニアは、あインパとミドナは分かるんだけど、なんでダルニアが関係するんだろうな。3つの封印の像だろ。いやーちょっと待って、封印の像、あこれがなんか怪しいぞ。ん、こいつらは敵か。これこのこれなんか怪しいな。おし、あれあれ違ったか。久しぶりのリンク、やっぱりリンクは使いやすいな。どうすればいいのかわかんないけど、とりあえずここは制圧していくか。うん、いやなんかちょっと違うな。他行こう。あなんかある、なんかある。ゾウは町の北と南、そして西か。北と南、北と南、こっちだね。あ早速発見したのか。これか、これだよね。うん、いやなるほど、ここは制圧しなきゃダメなのか。うん、あ、行ったか。発見したけど、どうすればいいんだ。わかったわかった。多分この像はミドナじゃないと解放できないんだ。そんな気がする。ここにはミドナが向かっているから、
もう一つの場所、そっちに行こう。あった。これが三つ目だ。そうだね、正解だ。よし、あとは、ミドナとダルニアを守ろう。召喚士をゲ、あ、いたこれだ。うわ、相当いるな。召喚士、召喚士はどいつだ。召喚、いた、これだ。よし、拠点兵長ももらっていくか。さあミドナ、先行ってくれ、先行ってくれ。お前はよし、行ってくれたか。ミドナの後をついていこう。あ、向こうにはダルニアがいる。よし、ダルニア行こう。あ、ここ制圧できるね。おし、二つ目いったか。ダルニアどこ行った。あ、まだ戦ってる。こいつを倒せば制圧完了。よし、行った。 OK、 これでようやくダルニアが行ったか。弓矢のやつがちょっとうざったいな、これは。危ない。行ってくれ、ダルニア行ってくれ。もうよし、これだ。あとはダルニアがここに来てくれれば。よし、これでいよいよマスターソードの中に入れる。マスターソードの中じゃないか、よし、これでようやく神殿の中に入れるはず。行こう。何？ゾウの目覚めが完全ではないだと？いや、なんかすごい大量に出たな。うわ、なんなんだこいつらは。こいつらを操っている誰かがいる？操っている敵って誰だろう。なるほど、とにかく探しに行くしかないか。
拠点兵長じゃないしな、なわけないか。いや、ほっとこう。うっ、ゼルダ。仲間を、ああそういうことか。ゼルダの近く。味方の中に敵が混じっている。ここじゃないな、ここじゃない、違う違う違う。ここはさっきゼルダがいた。いや、ここでもないな、ここでもない。やばいやばいやばい、味方の拠点がやばい。あ、これだ。なんかさっき怪しいセリフ、うっ、まさかこいつだと思わなかった。でもさっきね、なんかちょっとおかしなセリフ吐いたんだよな、こいつ。あ、さすがにダナは。なあ、すごいこと、うん、なんだ今のは。あ、やべやべ。結構ダメージ入ったか。いやいや、避けてよ。よし、いった。大丈夫か、へたれ込んでるけど。消えた。ミドナ、よし、ミドナを助けに行くか。今回忙しいな。うん、ラナ、いたいたいた、めっちゃヤバそうじゃん、ラナ。よし、これで回復。うん、これでようやく神殿の中に入れるようになったのか。よし、行こう。そうだ、聖剣のマスターが来たんだ。邪魔すんな。あ、じゃあこ、攻撃しなくなったのか。お、よかった。これが神殿の中か。あとはもう一人で戦うしかない。いや、ゼルダがいる。いやー、来たな。このドラゴンが厄介なんだよな。いった。どっかに取り出ボス。よし、こいつを倒せば制圧完了。まだか、ミリ残した。よし、制圧完了。あ、なんかある、なんかある、なんかある、アイテムが来た。俺たまにね、この宝箱を出たことを気づかなくて見逃すんだよね、結構。うん、封印された武器を手に入れた。新しい武器。
よし、ちょっとアイテムはもらっていこうかな。結構ね、僕貧乏なんでお金結構欲しいんですよね。こっち行こう。ここは、あ、なんかすごいやつが来た。いや、無視しよう。いい、やめとこう、あいつは。モンマンがいる。こいつをやっつければ。多分この門番をやっつければ奥の部屋に入れるんだな。どこ行った。追い詰めた、追い詰めた、角に追い詰めた。ガーッ、空飛ぶのは卑怯だな。よし、行った。よし、門番やっつけた。あ、まだ嫌がった、門番。よし、うっ、あー、ずいぶんわんさかいるな。回転切りじゃなかった、回転切り。よし、入った。硬いなこの門番。よし、行った。行こう、ようやくマスターソード。マスターソードってあんな紫色の剣だったんだね。もう20年前の話だから忘れちゃったよ。そうそうそう、マスターソードがあったのは森の中だったんだけど、これがマスターソードか。今持っている剣も相当かっこいいんだけど。すごい、敵の魔法を切ることができるのか。今回のボスはこのウィズローか。あー、ちょ、なんかすごいことなってんなこのウィズロー。ちょっと待って、あ、しまった。どこ行った。あ、くそ。よし、入った。しかし、あんまりダメージは入らなかった、この魔導士タイプはやりづらいな。避けた方がいい。あ、逃げた、よし、じゃあ俺も移動しよう。ウィズローがどっかに逃げたということで、あんな遠くに。やばい、味方の拠点がどんどん落ちている。ちょっと待ってよ、味方の本拠点ってどこだこれ。あ、そうか、今回はゼルダさえ生きていれば負けはしない。あ、ゼルダここにいるじゃないか。あー、くそー、なんなんだ。いや、相当吹っ飛ばしたな。いや、やばい、敵に突っ込んでいっちゃった。あー、なんなんだこれ。アイテムをもらっていこう。このアイテムさえあれば必殺技が打てる。
惜しい。あ、やばい、今ウィズローに当たった。ちょっともう一回これを取って、よし、あともうちょいか、ミリ残した。やばい、捕まれた。いろんなことできるんだなこいつは。よし、行ったか。オッケー。ウィズロは一番最初に戦った敵なんですけど、強くなってたな。そうかそうか、今回マスターソードでパワーアップしてるんだった。おそらく次回のショーで悪の魔法使いのシアと戦うことになるのかな。うん、じゃあ今日の実況はここで終わりたいなと思います。